はい。始まりました。映画の話、スタートギラジオ、リニューアル第55回になります。この番組は、大阪の南森町にある、日帰り店長によるイベント型カフェバー、週刊曲がりにて、 映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを月1ペースで開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。はい、関西の映画シーンを伝えるサイト、え、きね坊主を運営しています。代表の原口です。前田です。マリオンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか4人揃ってんの久しぶりな気が、なんかします。<laughs> 確かに。に うん、はい。う、ね、じゃあ、テーマトーク入る前に、いつもの近況入っていこうと思うんですけども、原口さんの最近いかがな感じでしたはい。私はね、先週不在だったんですけれども、大阪アジアン映画祭に張り付いておりまして。はい。で、マスコミの声見まくってて、36本見ました、長編作品を。お疲れ様です。<laughs> すごい。 なんか、これはっていうのありました今年はね、結構ね、香港映画が面白いのがたくさんあって、はい、あとなんからまあ、これからね、劇場でやる作品とかね、どうなるかわかる作品もあるんだけど、一個いいのが、ABC 賞っていうのを受賞してて、来年の1月とか2月に、ABC 放送、テレビで上映される作品がありまして。ああ、いつもありますよね、そのテレビに上映する枠が。はい はい。ええー、それがまあ、香港映画の初めて好きになった人。うん。なんか恋愛物ですかいわゆる、ガールズラブ物でして。あー、はいはいはい。なるほど。非常に美しく綺麗な映画で、予告の段階からすごくて、上下白のセーラー服の女子高生が、雨を降ってる中、学校の中庭でキスをするっていうシーンがあったりするっていう。 うん。なんかもうそれを見るだけも美しいシーンなんですけども。うん、まあそういった女子高生の高校時代の淡い、ほろ苦い恋愛をロスタルジックに描いてるいった作品ですと。ははははなるほど。うん、じゃあ来年テレビで見れるわけですね。はい、うん。まあさすがに覚えとくには遠すぎますけど。はい。<laughs> その時期になったらね、ちょっと話題に上ってきますからね。アジア映画祭の、ね。はい。 テープル放送枠は。うんはい、はい。またその時が来たら、あ、例のやつやって感じで思い出すたらいいかなとは。はい、ね。はい。はい、で、その忙しさ、今に一本だけ、死者も普通のマスコミ者行ってまして、来月公開のホリックを見てきました。ああ、はいはいはい、ホリックね。ああ<ー>。はい、あの、はい、クランプの伝説的、大ヒトコミックを実写版ということで、はい。蜷川美香さんがもう、まさに蜷川さんがやるべき、あの、蜷川さんのビジュアルの作品。はい。うん。 デートの漫画なんでキャラクター性の濃い作品ではあるんだけども、うんえっと、特にね、吉岡里穂さんがすんごいもう本人っていうわからん感じのすごいこうキャラクター、悪女役をやってて、結構そこは見物かな。うん、うん、なるほど。クランプですからね、それはキャラ性濃いですよね。クランプが通じる世代。<laughs> クランプが通じる。<laughs> ええそんな、今の若い世代ってクランプも通じなくなってるんですかねいや、わかんないですけど、クランプの話をすることがもうなくないですかまあね、まあね。<laughs> うん、まあそう、そっか。まあね、僕たちぐらいはなんか通ってくるというか、もうカードキャッター桜らとか、なんか、なんかしら触れる機会ってありますけど。うんうん、大好きでしたね。めっちゃ絵を真似してました。<laughs> あ、そうなんですか。<laughs> 真似して描いてました。 <laughs> あ、なんか、今のイラストのテイストと違うから、ちょっといいかなと思いました。<laughs> <laughs> テイストと違うイラストでの違う。何も活かされてはない <laughs>。あ、そうなんですね。なるほど。<laughs> はい。 そういう感じで、えっ、ー、と、大阪アジア映画祭を3月の10日から20日まで貼り付いてまして、はい、で、昨日、収録部は前日にですね、映画祭貼り付いていた分見れなかったスクリーンを頑張って4作品をもとにまして、はい、で、まあ今回のザ・バットマンと、えー、猫は逃げた、えー、ポゼッサー、えー、ガンパウダー、ミルクシェイクの4本を昨日頑張っていました。すごっ はるくさん仕事してます <laughs> してますよ <laughs> してますよ <laughs> いつも不思議やなって思ってます僕は。<laughs> まあ、もうアジア映画祭でほんとふらふらやったけど。<laughs> <laughs> はい。うん、夜11時ぐらいまで見て帰って、アジア映画祭の作品紹介、コメント書いて、3時4時に寝るっていうね、もうやばかった、はい。寿命の前借りしてますよね。<laughs> <laughs> だから、まあ、ようやく今日、普通に落ち着いて仕事もしてますよ。まあ、はい、ね、あの、しばらくゆっくりしてください。<laughs> はい。<laughs> はい。前田さん、最近いかがされてました私、ほんとちょっと、この3連休、ずっと飲んでて、<laughs> あの、とまともに映画を見れてないんですけど、<laughs> はい。アニメの進撃の巨人、すごいハマってるんですよ。前も言ってましたね。はい。もう、毎週泣いてるんです、本当に。<laughs> <laughs> で、そんな中、あの、ずっとちょっと手を出さずにいたんですけど、ついにちょっと出来心で、実写版の進撃の巨人を、ちょっと本当に出来心で、あれ前編と後編あって、はい、存じ上げてます。はい、前編をちょっと見てしまったんですけど、はい。ひどすぎて、<laughs> <laughs> だいぶ覚悟してはいたんですけど、いや こんなに面白い作品をこんな面白くなくできると思って。で私、当時、あんまりその、興味を持ってなかったんで、全然知らなかったんですけど、脚本が町山さんなんですね、これ。はい、そうですよね。うん、そうそうですね。うん、いや、町山さんって思いました。<laughs> 町山さん原作読んだってめっちゃ思いました。あ<ー>もう当時ちょっと一ゃ着あったらしいですけど、そりゃあるわなって。<laughs> 今から <laughs>、当時のことを思いながら、 ちょっとまだ怖くて後編見れてないんですけど。原作にはないキャラとかシーンがあるのよね、<ー>なんか。そうです。これなんか、実写化されたのが2014年なんで、結構その、原作自体も、全然、全然まだ途中っていうか、しねうん、序盤の方やったと思うんですけど、<ー>いや、そういう問題じゃない、なんか、<laughs> いや、なんか <laughs>。 いや、もちろんね、いろいろ、まあもちろん CG の、その世界観作るの難しいっていう問題とかはあると思うんですけど、うん、いやもうこれは脚本の問題やな、って。ああ。そこ、俺当時、原作を読まずに行ったから、それでお楽しんだんだけどな。ああ。私原作を読まずに行ったらいけるかもしれないですけどね。まあ僕その当時原作も読んでて、前後編見に行きましたけど、あ前編は劇場でちゃんと見ましたよ、僕。 うん。やばい。<laughs> やばいじゃないんですよ。勇者。やばいじゃないんですよ <laughs> まあ。まあ、前編はまあ、いいんじゃないぐらい、あ,あ、いいとこもあるなぐらいに思ってたんですよね。まあ、後半でもこいつはダメだってなったんですけど <laughs>。<laughs> ま、待って、前編よりもさらに。<laughs> 後編はやばいんじゃないかなって思うんですけど、も、ま、う、あ、前編でもうダメって思っちゃうんだったら、ちょっと後半、後編本当に厳しいんじゃないかなって気がしますね。え、あの、後編最後のあの謎の世界は原作にもあんの <laughs> いや、ないんじゃないかな、あれちょっとあ、<や>そうなの <laughs> あ,あれ、無理くり作ってんのか<笑><笑>あの、な、うんでしょうね。いや、ちょっと僕もね、今原作途中までなので読んでるのが出てくるのかもしれないですけど、多分ないなって思いますけど。ああ<ー>。もう逆に楽しみになってきました。<う>じゃあ、来週聞かせてくださいね。<laughs> <laughs> 映画バーで。<laughs> あ、そう映画バーで話してる <laughs> ま。まあまずは。可能性ありません、ね、はい、私も。久しぶりに。<laughs> マリオさんがもし、急遽映画バー休むことになったら、そういうことなんやなと思っておきます。ダメすぎてご注文されるのめちゃめちゃダメージ食らってます。<laughs> ね、<laughs> ダメージを受けて家で飲んで二日酔いで来れない。<laughs> はい。まあ、ちょっと楽しみに置いておきます。はい。マリオさん、最近いかがされてましたそうですね。いろいろまあ見てたんですけど、シング、ネクストステージとか。はい。 あと、先行上映でベルファストもやってたのでも、早々に見に行ったりとか、はい、あとちょっと見逃してた韓国映画のユンヒエとかをまあ見に行ってたりしてましたね。うん、一本取り上げるとしたらやっぱベルファストは面白かったですね、やっぱり。うん。うん。まあなんか正直、見る前は白黒の映画で、で、ケネス・ブラナー監督の反時点的な話って聞くと、ローマを思い出すんですけど、うん、あのキュアロンの。うんうん まあ、それのなんか二番煎じ的な感じがちょっとまあ全然プンプンしてたんですけど、正直。うん、まあでも見てみたら、こう、なんというか、ローマとはまた全然ちょっと違うような、ちょっと愛らしい映画になってたなと思いましたね、うん、すごく。ほんとすごくなんか、こう、ほんとケネス・ブラーナがこういうのを見て育ってきたんだなとか、なんかそういう故郷の景色とかを見てきたんだなっていうのをなんかすごくわかるような形で描いてて、結構遊び心もたくさんあって面白い映画になってたなと思いました、ね。うん 僕勘違いしてたんですけど、今やってるのは先行上映なんですね。はい。そうですね。なんか上映感少ねえと思ってたら、正規公開は来週ですよね。はい、うん、今週。うん、25日あ。ああ、そうですね。今週末ですよね。はい、収録日から言うとね。ねうん、はい。まあ行きたいですね。あれ、アカデミー作品賞は取ると思う、うん、うーん。僕はもうドライブマイカーが。 撮ったら嬉しいなんです。はい、あの、まあ、それこそ本当ね、僕も希望としてはもうドライブ・毎回一択なんですけど、まあ、ちょっとね、それこそ本当、その週末あの別のポッドキャストでアカデミー賞の予想をするみたいな感じの喋ってたりとかしてたんですけど、はい、また今現時点でもちょっと状況がまた読めなくなってきて、うんうん、パワーオーザドッグが優勢だと思っていたんですけど、はい、実はこうだなんじゃないかみたいな。<laughs> 制作家組合賞っていう、ま、重要な賞があるんですけど、はい、この予想する上で。はい。ま、それをコーダが取ったので、うんうん、パワーオブザドックはいわゆる非評価賞とかは強いけど、うん、実際にアカデミー賞に投票するアカデミー会員の好みではないというか、うん、票をま、集めてみたら結局コーダとかになるんじゃないか、うん、とかっていうのをちょっと今予想する上でどうなるかなっていうのはすごく今悩むところですよね。うん っていう。なるほど。なんか、グリーンブックが取ったような感じでベルファストで行くにはいいかなっていう感触はあるんだけど、俺の中では。見た感じそうですね。うん。アカデミー賞のなんか、得票システムって結構独特なので、結局なんか、票を集めてみたら結構、幅広く愛されるような、幅広く面白いねって言ってもらえるような作品が結構、取るパターンってやっぱ多いんですよね。例えば、ソーシャルネットワークの年だと思っていたら、英国王のスピーチが取ったとか。うん,うん。うん。 なるほど。ま、さっきのそのグリーンブックがローマを破って取ったとかうん、うん、あって。取ってたよね。うん。うん。っていうのもそれだしい、かと思えばララランドが負けてムーンライトが取ったなんて年もあるので、ねえ。また悩ましいんですよね。<laughs> ああ、だからそういう意味ではそうやな、コーダの可能性もあるんだよな。そうなんですよ。うん、なんかそういう幅広い会員がこう、得票率を集めそうなのはベルファスとかコーダだなっていうのはその通りですね。うん、なるほど。いやどうなるかですね。来週の月曜日には結果わかりますからね。 うん、そんな感じですかね。はい。はい。えっと、僕は前回の収録から、本数はそれなりに見てるのかな今日のテーマのザ・バットマン見て、あとドリームプラン見て、シング・ネクストステージ見て、あと子供とお尻探偵の映画を見てきました。お<う>で、あと、あ僕実はセブン見てなかったんで、あのザ・バットマンに備えてセブン見たり。ああ。はい <laughs> あ、ザバットマイスナイプだったんですね。はい。あと、この収録の直前にポゼッサーを見てきました。おお、盛りだくさん。はい。で、ドリームプランは、マリオンさんから勧められてたんで、オープニングで軽く喋れたらいいなと思ったんですけど、あ,あれは僕、テーマ会にしないと喋れないぐらいちょっと喋ることあるんで、無理やなってなったんであ<ー>。ああ、でもやっぱこう喋りたくなる内容でした、うん、やっぱり、山口さん的にも。いや、えっとね、その、掘り下げて喋れないですけど、そもそもやっぱあのー、 ウリアムズ姉妹とあの父親の実際のエピソードがやっぱもっとエグいんですよね。うんうん、で、それを踏まえとかないと結構見誤る映画だなっていうのがあって、結構危険な映画だなと思いました。うんうん、一応作中からでも読み取れるようにはなってるんですけど、実際はもっといかついですね。話としては、背景は。うんうん だから結構、微談的に捉えきってはいけないなって思うぐらいの、ちょっとデンジャーな映画だなって思いました。<ー>ちょっと気合い入れないと喋れないぐらいのやつだなと思って。<laughs> はい、で、えっと、僕が一本取り上げるとしたら、シングネクストステージがね、すっごい良かったんですよ。 <laughs> はい。まあもともとそういう舞台で歌唱する人たちの話なので、エンタメ的な要素が強い作品なんですけど、今回まあそれが森に持った方向に行ってて、かつては地元の劇場でプロ的なものになりたいと思ってる人たちの話だったものが、トッププロの世界に行くっていう話になって、 てて、まあ、その彼らがミュージカルするんですけどとにかく演出が森に持ってるんですよね。で、これはもう、ミュージカルというか、なんだろうな、その、マクロスのライオンシーンみたいな感じになってるなと思って。<laughs> <laughs> むちゃくちゃ具合がね、もう、普通に何かが空飛んでたりするんで。<laughs> うん。で、今回見ててすごい面白いなと思ったのが、トッププロの世界に行くってことはどういうことかみたいな話かなって僕は見てて、彼らはそのワンを経て地元で愛されるエンターテイナーにはなってるんですよね。でももっと上を見たいってなってそのトッププロの世界に行こうとするんですけど、その世界がね、えげつないんですよ、当にシに。ービズの暗黒面みたいなものがいっぱい詰まってるんですよね <laughs>。 まず、その、ショーの公開日、風切り日が決まってるとこから逆算してやらないといけないっていうところで、しかもその主役のキャスティングは上からのご利用しで決められてしまう。で、当事者たちはやりたくないこともやらされる。組みたくない相手とも組まされる。で、その、演者たちも大変な思いするし、じゃあその、エンタメー会社側の人が、もう、チュ,チュ甘いシルスってのかって言ったら、そんなこともなくって、ブラックな労働環境でもう、慢性化した残業体質みたいなので、もうトップはもう、 法案といいうかもうブラックの極みみたいな醜悪なな悪人間なんで,すよね <laughs> で、すその、プロになるっていうことは、そういうエンタメ業界の嫌なものを見ないといけなくなるっていう、すごいえげつないことを書いてる話だったんですよ。で、ワンの時本当に、部活動の延長みたいな感じで、私たち歌手になりたいよねって感じで、お互い信頼し合ってる同士で和気あいあいとやって、それがいい結果を生むっていう感じだったんですけど、でもそっから先、 本当に頂点からの景色を見ようと思ったら、それはそれでいかつい世界を見ないといけないですよねっていうことを描いてるんですよね <laughs>。本当に。だから、エンタメ産業の闇を描きつつ、やっぱりそれでも高みに登りたいっていう、なんか結構すごいことを書いてた話だったんじゃないかなと思って、はい。あの、すごい良かったですね。うん。っていう感じで。まあ、単純に歌とかいいですしね。 映像もいいし。うん、いや、本当パフォーマンスはやっぱ、すごかったですね、ほ、うんと見てて。うん。お<ー>まあ、その上で、え、これ、子供向けアニメで描いていいことなんですかね <laughs> みたいなことを描いてるから。<laughs> うん、面白いなと思いましたね、そこは。うん。あと、まあ、バスタームーンですか。もう、はい、あいつのやばさぶりが今回もやばかったですねって感じでしたが、ねはい、もう、本当 <laughs> もう、100かマイナス100かの、もうどっちからしか駆けきらない男って感じでしたね、本当にもう。うん。はい。まあ、そんな感じでした。 はい。えっ、ー、と、じゃあ、テーマトークの方入っていこうかと思うんですけれども、はい、今日のテーマトークは、ザ・バットマンです。はい。イエーイイエーイ <laughs> もう、お楽しみのザ・バットマンですね。はい。じゃあ、原口さん解説をお願いできますか映画 .com より読ませいただきます。クリストファー・ノーランが手掛けたダークナイトトリロジーなどで知られる人気キャラクターのバットマンを主役に描くサスペンス・アクション。<laughs> 青年ブルースウェインがバットマンになろうとしていく姿と社会に蔓延する嘘を暴いていく知能犯リドラによってブルースの人間としての本性が吹き出しにされていく様を描く両親を殺された過去を持つ青年ブルースは復讐を誓い、えー、夜になると黒いマスクで素顔を隠し犯罪者を見つけては力でにじ出せるバットマンとなったブルースがバットマンとして悪と対峙するようになって2年目になったある日権力者を標的とした連続殺人事件が発生 の知能犯リドラーは犯行の際必ず謎謎を残し警察やブルースを挑発する。やがて権力者たちの陰謀やブルースにまつわる過去、ブルースの亡き父が残した罪が暴かれていく。テネットのロバート・パティンソンが新たにブルース・ウェイン・バットマンを演じ、サルの惑星・ライジング、サルの惑星・グレート・ウォーのマット・リーブス監督がメガホンを取った。となっております。 はい。では、沙織の感想を伺っていこうかと思うんですけども、原口さんいかがでしたえっと、あんまり俳優の顔よくわかってなくて、あの、リドーラの中身、え、お前だったんっていうのが結構普通に驚いて、うん、結構最後まで楽しめた方です。はい。はい。うん、前田さんはいかがでした結構あの、期待値を上げてみたんですけど、もうめちゃくちゃ面白かったです。うん、もう全然3時間長く感じなくて、もうこのバットマンも,もう大好きやなと思いました。うんうん。はい。マリさんいかがでした そうですね。僕もめちゃくちゃ面白かったなと思いましたね。やっぱりちょっともう、デビッドフィンチャーっぽい感じっていうのがもう前編に出てるだけでももうテンション上がっちゃうし、まああと、バットマンとこうリドラーの鏡合わせの関係性っていうのももう相当最高ですね。こういうの見るだけで本当かっこいいし、もうね、劇場も最高にかっこよかったし、もうかっこいいがいっぱい詰まってましたね、本当うん。素晴らしかったですね。はい。と、僕はですね、今回見てて思ったのが、 今回のバットマンはちゃんと病気の人だなって思いながら見てて、完全に病んでるんですよねで。完全に病んでてものすごい欠落してるんですよ。で、僕の中のバットマン像って歪んだまま完成されてるキャラクターなんですよね。で、今回はザ・バットマンのバットマンは歪んだまま完成されてるのではなくて、もう単に欠落している存在だなとは思って、で、ヒーローの話じゃないなと思ったんですよ。 ただビジランテの話だなと思って、そのビジランテがどうなるのかなっていう話ですかね。はい。えっ、ー、と、では、中身に触れた話していきますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから、ここから先は聞いていただけたらなと思います。はい。えっ、ー、と、じゃあ、どっから話していきましょうかね。ま,あ、まず、ロバート・パティンソン・バットマンがどうだったかっていう話をいきましょうか。はい。いかがでした <laughs> <laughs> あの、はい、ロバート・パティンソン、まず、はい、5億点ぐらい上げたい。<laughs> <laughs> <laughs> いや、なんか、私あの、バットマンシリーズあの、ティン・バートンの2作と、スタークナイト3部作しか見てないんですけど、結構なんかバットマンの、バットマン作品の印象として、あんまりバットマン自体の魅力っていうよりかは、 結構その、ヴィランありきのその世界観が魅力やなっていうのをすごい思ってて、あんまりそのバットマン自体にあんまりこうフューチャーされた作品って過去にはあんま感じたことないんですけど、本作は結構そのもうバットマンに焦点当てられてたなと思って、うん、それはやっぱりそのロバート・パティンソンの魅力のおかげでもあったんじゃないかなというのはめちゃめちゃ思いましたね。うんうん いやもう、序盤の感じとか、ほんまに病気の人ですよ。ちゃんとご飯食べてって思いながら見ててましたもん。うん。もうなんかね、よすて人感っていうんですかね、ああいうこう。も,ううん、もちろんね、金を持ってるような、まあ、資産家の息子なんでしょうけど、うん、もうなんか何もかも失ったかのような、陰鬱な雰囲気をまとったかのような雰囲気っていうのがうめちゃくちゃハマってましたよね。ああうん。あと今回僕見始めてから、 わかったんですけど、割とルーキーの時代なんですよね、うん、バットマンとしては。はい、活動始めてから2年って言ってましたよね。そうでしたね。うん。で、僕そこの前情報なかったんで、あ、割とバットマンになって、ちょっとバットマンの名前が広まってきたぐらいのタイミングっていうことなんだなっていうのを思って、 あとあの、結構、バットマンの役者さんって、いかついイメージ結構あるんですよね。うんまあ、マイケル・キートンも、いかついというよりは、細身な感じじゃないし、 あんまりヒーロー感はない感じの人ではありますよね。こう,なんかうん。クリスチャン・ベイルはまあ、バットマンの時はゴリゴリに鍛えてましたし、まあ、ベン・アウレックはもうあんな感じじゃないですか。<laughs> 今回本当に顔だけ見たらやさお得感あるじゃないですか。うん、不安定感というか、今回のバットマンは本当、中人病感めちゃめちゃ強かったなと思って。<laughs> なんか精神的に幼い感じはありましたよね。うん。で。うん。最初始まり方があの、ナレーション独白から始まるじゃないですか、バットマンの。うん。もうちょっとあそこで、すごい中二感を感じましたけど、おー、なんか、俺が恐怖だみたいな。もう、この2年で俺は夜行性になったみたいなことを言うところは、ちょっと、おー、おー、おーって感じの、なんかウォッチメンのロールシャッハっぽさもちょっとなんとなく感じましたけど、あの、語り方。はい、そうですね。 あと、アルフレッドの扱いが今までのバットマンで一番ひどいと思うんですよ。映画のバットマンで。 え、お前いつから家族になったんやっけみたいなこと言うじゃないですか。<laughs> ひどくねと思って、あそこ。ひどい。ね。あはねまあ今までの、このブルースウィンとアルフレッドの関係って、いや、まあ、あとよろしくね、アルフレッド、みたいな感じで出ていったのや、れあれ、全くあの人は私がいないとダメなんだからって言って面倒を見てくれる感じだったのが、なんか今回本当に中二男子が母親の扱いがめっちゃ雑みたいな感じだったと思って、<laughs> <ー>もう勝手に部屋入ってくんなや、みたいなことを。 <laughs> 言ってて、ね、今回のフレット本当に心配してる感じがするんですよ。<laughs> なんかこの人、この人いたらどうなっちゃうんだろうみたいな心配してる感じがあって。<laughs> で、でも勝手に暗号を解いたりしてるじゃないですか。なんかもう、うん、明日の用意仮にしといてあげようみたいな、<laughs> あの、うん、余計なことをする母親で、後でまた、あの、めっちゃ怒るみたいな。<laughs> 勝手に入っただろうみたいな。<laughs> 完全に反抗期だなっていう、うん。反抗期の。 男子中学生って感じが、うんうんで。今回そのブルース・ウェインとしての資産家としての活動をしてないんですよね。うん、そこもすごい要素として大きいなと思って。 てて冒頭の独て俺が美人じゃんってやればいいんでしょうみたいな、やけくそ感があるんですよね。うん、俺が頑張ったらいいんでしょ俺がやらないとダメなんでしょどうせみたいな、すごい破滅的なんですよね。破滅的だし、すごい世の中に対して進めてる感じがあるんですよね。うんうん、なんかそこ 含めてやっぱすごい未完成だなと思うんですよ。今までのバットマンってまあ上手じゃないにしてもブルースウィンとしてそういう事業っていうものは一応やってるじゃないですか。自分が実際に仕事してるわけじゃないけど少なくとも財閥の顔としての役割はちゃんとしてるしその顔を使って福祉事業とか雇用の創出とかもしてると思うんですよね。で今回そういうことしてないと。ただビジランティをしてるっていうのが そこすごい見てて気になったというかダメじゃんって思ってたとこなんですよ。あなたそれではダメですよねって思ってて。ゴッサムシティっていうあうれにあれ切った街に対してビジランテをやりゃいいとかっていう話ではないじゃないですかっていうことなんですよね。うん <laughs> 今ここにある犯罪者一人をやっつけたところで、この街がどうなるというんだっていう部分で、他のバットマン、一応、あの、そういう街全体のことをブルースウェインっていう顔を使って、ちゃんとしようとはしてる人だと思うんですよね。ただ、街全体を良くするのとは別に、今この瞬間、この夜にはびこってる犯罪者の存在も許せないからこそバットマンになるんだなと思うんですよね。僕の中でのバットマン像ですよ。 でどっちもやるから彼がヒーローを足りえてるなって思ったんです、僕は。見ててね。で、そのブルース・ウィンとしてのそういう社会活動をしてないからには、単なる <laughs> ビジランテなんですよ、本当に。悪者をやっつけてるだけの人だなと思うんですよね。で、そこがすごいこの話、キーだなと思ってて、この映画全体の。まだ足りない、ヒーローを足りえてない人、ただ悪人に暴力振るってるだけの人が成長するというか変わる話かなと思って。 うん、そうですね。なんか私もそこをむっちゃ好きで、これまでって結構分かりやすく、分か,かりやすい敵がいるわけじゃないですか。はい、で今回で言ったら、まあ、リドラーはいるんですけど、リドラーの話とは別軸で、ゴスタムシティを裏でこう糸引いてる、権力者というか、権力を持った人たちが何人かいて、うん、っていう話がこう並行してる中で、単純にこの人を倒したら終わりってことじゃなくて、それによって逆に保たれた均衡が崩れてる部分も出てきてしまったっていうか、 うん、次そのポジション誰がなんのっていう。結局ゴッサムシティで悪は悪の調和を保ってたところがあって、そこに対してなんかあんまり深いこと考えずにそれをちょっと一部壊しちゃったから、逆にその調和が乱れた部分もあったんじゃないかなと思って。うん、なんかそういうそのゴッサムシティの複雑さっていうのが結構いいなと思って。なんかこうシリーズとして今後どうなっていくかも結構楽しみですし、そこは結構好きでしたね。うん まあ、あと、リドラーのキャラクターっていうのはもう完全にやっぱりもうバットマンと鏡合わせの存在じゃないですか、本当に。どちらも恐怖を使って街を変えようとする男なんですよね、どっちもね。うん、で、しかもやっぱ演出としてなんか、最初冒頭あの、リドラーが市長の部屋を覗き見してる。 っていうシーンと、そしてあと、バットマンが今度、セディーナ・カイルの部屋を観察してるシーンって、もう全く同じような撮り方してるとか、やっぱもうかなりリドラーとバットマンっていうのは同じ、ほぼ一緒だというふうにしてるっていうのは、もう本当やっぱ意図的ですよねっていうのは思いましたよ、ねうん、そうですね、うん。今回は、ザ・バットマン見た後に、セブンを見たわけなんですけど、うん、リドラーめっちゃ意識してますよね。うん。そんなことないかな。まあなんか、 なんかでも、そのマット・リーブス監督自身は別になんかフィンチャーの作品を上げてたりするわけではないんですよね、はい、今回。ああ、はい。けどまあ参照元が結構似てるというか、うんうん、例えばですけど、あの、ゾディアックってフィンチャーの絵がありますけど、うん、まああれって、ゾディアック事件っていうやつの、元のね、やつがありますよね。まあ今回もね、うん、暗号を使って出てくる謎の犯人みたいなモチーフとして出てきますけど。うん まあ、あと、マインドハンターでドラマシリーズありますけど、あれの原作本とかは名前あげたりして、うん、まあ、なんか、うん、まあ、単純にフィンチャーの名前を多分ほぼ同世代ぐらいだから出したくないのかもしれないだけかもしれないですけど、うん、<laughs> 意識はしますよね。ちょっと恥ずかしいじゃないですか。<laughs> うん、<laughs> まあ、そういうのもあって、まあ、そういう同じようなとこからインスピレーション受けてますよ、みたいな感じで通してるのかなって感じはしますよね、うん。そうですね。あの、社会を啓蒙したいっていう思いから猟奇殺人をするって、まあ、 どうやっても似るっちゃ似ますよね。ま、うん、あそこは。うん。どうしてもね。セブンのフォローをしてるというよりは、もう、もう今、我々があの手の映画を見たら、どうあがいてもセブンは意識しちゃうっていう、とこは、まあ、あるっちゃありますよね。でも、リドラーの、ななぜ、難しすぎませんうん <laughs> <laughs> あ。あんな無理やんと思って、<laughs> バットマンよう分かったな。いや、だからあれ、同調してるバットマンだけが解けるっていう。そう。 <laughs> ってか、バットマンが答えてもいいんやって思いましたもん。<laughs> あれ、本人以外が答えてもいいんや。優しいと思って。<laughs> いや、まあ、答えてもらわないと、あの、自分の目的がみんなに分かってもらえないからですよね、それはね。うん、分かんなかった、ああ、ああじゃないんですよね、多分ね、そこはね。でも結構、ね、答えてもらってても私からしたら何言ってるか全然分からへんねんけど、うん、<laughs> 思ってしまいましたよね。で二人にしか分からねえ会話してるぞと。うん あれ納得できるのはバットマンだけでしょ。あの、うん。<laughs> バットマンだけやし、まあ、あとまあ、そもそも訳すんの多分大変やろうなって感じがしますけどね。うん、まあ、そもそもね,そね。ただ、なんかね、あの、リドラーのやってることがだんだんずれていくなっていう思いがちょっとあって見ててね。うん、その、街の悪い奴らを残虐に殺して、こいつらライアーだ、嘘つきだって言って、街全体に対して問いかけるわけじゃないですか。 本当の姿とは何だみたいな感じでやってたのに、なんか最終的にそのバットマンの正体がみたいな方向に、だんだんずれていってるような気がして見ててね。ああ、なんか。リドラーのこだわりが、はい。なんか街の嘘を暴くっていうので、だんだんそのバットマンの正体を暴くみたいな方に微妙にずれてたことなかったですかああ。<laughs> <ー>なんか、個人的にはその、ずれてるってよりも、うん、最初からバットマンを暴く上で、うん。 バットマンもこいつらと一緒なんやぞっていう。うん。なんかそのバットマンを、うん。貶めるための布石みたいな感じだったんかなっていうのは結構思ったんですけどね。うん、ああ、僕ちょっと解釈違うかもしれないんですけど。あの、まあ、ちょっとなんか僕も途中なんかリドラーのあれがずれるんじゃないかっていうのは思ってたんですけど、というかなんか飛躍が過ぎるって言ったらいいんですかね。うん。うん。うん。結局最終的にあの、街を水没させるっていうか、うん。 もう街のすべての人も全員悪だみたいなというか、うん、あそこまでいきなり持っていくのがちょっと飛躍が過ぎるなというか、うん、多分リドラー自身はバットマンに多分シンパシーを抱いてる男なので、うんうん、別になんかバットマンの正体を暴きたいとかじゃないんですよね、多分ね。結構なんかそのバットマンとこう境遇というか、お互い個人、個人というか、 小さい時に両親を失っているけど、かたやバットマンは裕福な環境があって、かたや俺たちみたいな存在はみたいなところで結構、なんかバットマンに対する恨みなのかなと思ったんですけどね。バットマンに対するというか、うんなんか自分たちの境遇じゃない、持ってる人たち。うんうん、で、その象徴としてバットマンというか、<ー>なんかそう正義ぶってるけど、うん、お前も持ってる側やんっていう感覚はなんか、うんうんうん 私ちょっとそういうとこ、リドラーの気持ちちょっと分かるなとか思いながら見てしまったんですけど。うん、ああ。なんかあの映画ちょっと分かりにくいところとあったんですけど、結局リドラーってバットマンの正体分かってたのか分かってなかったのかちょっと分かりにくいんですよね。あの字幕だとなんか。うんうん、で、その、バットマンが持ってる、持ってないっていうのをリドラーが感じてるのって、ブルース・ウェインに対してなんですよね。うん。そうですね。うん。でも、バットマンの正体がブルース・ウェインってリドラー知らないんですよね、あれって。いや、知ってたんちゃいますいや。だってその、 爆弾、アルフレッドが開けた時に。それはあくまでブルース・ウェインに仕掛けてたことですよね。えー、うん、そういうことバットマンがブルース・ウェインであるってことが分かってたら、あれ仕掛けてる意味がないし、<ー>最後の,あの水没させるっていうのを一緒にバットマンと見るっていうのも含めて彼多分計画してるはずなので、うん、多分そこは。めちゃめちゃリドラーの理解者がいる。いや、あの、ね、<laughs> いや、なんか、<laughs> 僕も最初あの、バットマンの正体をリドラーは知ってるって思って見てたんですけど、 はい、バットマンとリドラーが、あの、留置所で喋るシーンの整合性が合わなくなるので、それすると。うん、なるほどね、うん。そういうことなのか。いや、うん、ちょっと僕、よく分かんなかったかもしれないです、そこ。なんか、ちょっと分かりにくいんですよね。リドラーの本拠地に行くじゃないですか。うん、で、なんかバットマンとか、うん、なんかあの辺のなんか変な新聞記事とかに、お前の仕事を知ってるみたいな、なんか真実を知ってるみたいなこと書いてるから、余計にちょっとあそこ分かりにくいんですけど。うん まあただ、あの、うん。うん、いや、知ってるんやって。思っちゃうんですけど思っちゃった。<laughs> けど、なんかそうすると、その後の二人の喋る内容が全然合わなくなるので。うん、で、なんか、他の人聞いたら、ちょっとは確かに分かりにくくなってるけど、ちゃんとセリフ、英語値聞いたら、多分分かってないっていうのが正しいっていうふうに言ってたので、うんうん。そういうことなのか。うん。だからまあ、リトラー的には街の、 そういう権力者を殺して、うん、そいつらの嘘を暴くことと、バットマンに絡みに行くことはある程度同一しできることってことなんですかねかなと、うん、思います、ね。うん、計画的にはブルースウェインの殺害っていうのは、うん、まあ、失敗は彼の中で、まあ、計画的にはしちゃうけど、まあ、最終的にまあ、全部流すしっていう、うん、ここでそのまま進んでいったんじゃないかなっていう。うんうん なんか最後に街全体を巻き込むことをしちゃうことで、啓蒙しようとしてきたこととか、全部ちょっとずれちゃうとこはありますよね。そうそう、ね。結局、破滅させたかっただけじゃないかっていう、破壊願望でしかなかったってなっちゃうんですよね、ってうん、非常に。そ,うそこがまあ、ちょっとずれちゃうよねというか、飛躍しすぎかなっていうふうに、うん、ちょっと思ったとこですね、うん、僕は。うん それに関しては、まあ、飛躍してるなっていうのは確かに思うんですよね。うん。ただ、結局、この話で、単なる時系行為をして、一人よがりになってるバットマンが、そのヒーローになるイニシエーションみたいな感じになるじゃないですか、あの洪水が。そうですね。うん。だから、その、悪を倒すんじゃなくて、人を助ける方向になるじゃないですか、あそこで。うん。あの、水に落ちて、 そこから灯火を持って人を引いていくっていう存在になるっていうので、うんうん、結局そのどっちもバットマンもリドラーも世を拗ねた遠征的で破滅的な人間何かその理由をつけて飾ってるけれども結局世の中なんか滅んじゃえみたいな気持ちがちょっとあるような人たちが一人は人を助ける方を選んでもう一人は 取り繕ってた言葉全部、実は、仮初めで、もうみんな、褒めはいいって思ってたっていうのを、さらけ出しちゃうっていう。そこで、やっぱ、あそこで分かれるなと思うんですよね。バットマンとリドラーが、悪とヒーローになるっていう境目だな、とは思うんですよね、あそこが。うん、そうですね。うん、本当になんかあの、バットマンがこう、ヒーロー的な活躍をするシーンですかあの、発言と思つシーン。ちょっとなんか、うん、神々しい場面になってましたよね、もうなんか。<laughs> もうなんか。<laughs> 彼を灯火をこう持ったバットマンをこう人々がこうダーってこう一う図になってこう集まってくるみたいなのも、ちょっとすごい宗教っぽい感じ。キリスト教的ななんか文字が絶対あるような気がするんですけど、あの辺は。あうんまあ、水に落ちてですからね。そう,そ,うそう。水に落ちて新しく生まれ変わっても、すごい宗教的ですよね。うん。あとね、あの、一個、知り合いにむちゃくちゃバットマン好きな友人がいるんですよ。 で、今回そのザ・バットマン見てきたっていうメッセージのやり取りをしてて、その中で教えてもらったんですけど、バットマンのコミックの翻訳をされてる方が今回のバットマンのタイトルに関してツイートされてたことで、その翻訳されてる方のお名前までは聞けてないんですけど、今回ザ・バットマンじゃないですか。ザがつくんですよね。で、なぜザ・バットマンなのかっていう話なんですけど、 ちょっとその彼とのやりとりをちょっとそのまま読んじゃうんですけど、不定関詞 A プラス名詞、一般名詞は、まあただの名詞ですよね。で、それに定関詞座がつくと、その一般名詞より若干特定の何かを指すようになるけど、それでも固有名詞ほど特定されているものではないと。つまり、バットマンはまだ 監視のつかない固有名詞としてのバットマンにはなりきっていないということ。うん、つまり、あの、ザ・バットマンっていうのは、例のコウモリ男ぐらいのニュアンスを含んでるんじゃないかっていうことではないかっていう話らしいんですよ。つまり、固有名詞あの、ヒーローバットマンにはなれていない段階の話として解釈できるっていうふうに聞いて、うん なるほどなと思って。だからまだその2年目ルーキーで世の中に存在が知られてきてるけれども、単にヤバいやばいつなんですよね。<laughs> うん、夜の街に現れて他人を殴ってるやばい人なんですよ、まだ。うん、怪人コウモリ男なんですよね。<laughs> 怪人コウモリ男。<laughs> <laughs> はい。ね。こんなとこ歩いてたら例のコウモリ男が来るかもしれないぜっていう、ザ・バットマンが来るかもしれないぜっていう段階から、バットマンになりきれていないっていう。 こういう名詞として存在していない、まだ何者かになっていないコウモリ男の話ではないかという。なるほど。すごくないですかなるほどなと思って。うんうんうん、そうですね。うん、<laughs> 確かに。あんなめちゃくちゃちっちゃいザーにそんな意味が込められていたなんて。うんうん もう単なる仕切り直しぐらいの意味のタイトルの付け方なんだろうなって思ってたんですけど。うん、いや、ほんまなんかあの、最初タイトルバーンでできた時に、あんなにザ・ちっちゃくできるセンスないわと思いました。ちっちゃかったですね。<お前> <laughs> めちゃくちゃちっちゃかったですね。れこれがデザインセンスかってめちゃめちゃ思いました。あー、なるほど。あなんかタイトルの字がでかいみたいなのって最近流行りですよね。なんかああいうのってこう。うんうん、いや、でもあれだけで結構上がるんですよね、<laughs> 割と。どーんって出るやつね。うん。 今回無音じゃないですかしかもなんか、うん、無音でバーンって出て、お、なんかこれはーってなりましたね、やっぱり。でも結構私その、バットマンがどこまでもこう、ゴッサムシティの中で活動してるっていうのがすごい好きで、うん、なんかね、それがいいんですよね。あんまでかい話にせんくていいっていうか、もうゴッサムシティでいっぱいいっぱいやんっていうところがすごい、毎回そうなんですけど、うん、毎回好きで。で、なんか結構その、マーベル映画ほどヒーローって感じじゃないじゃないですか、やっぱり。 街の人にとって、それこそ、とかそのゴッサムシティ自体が、やっぱりその犯罪者が多い、犯罪率高い、うん、なった時に、うん、そこでその犯罪者をボコボコにしに来るやつって、多数決で言ったら、ヒーローになり得ない部分はあるじゃないですか。うん。そのゴッサムシティにおいて。うん、でなんかそこで、なんかそういう、みんなにとってヒーローっていうよりかは、そういうことをしてたら本当にバットマンマークが出てきてそういうやつ来るみたいな。うん。なんかそれぐらいの感じがすごい好きなんですよね。だからあんまり自分のことヒーローって言わないっていうか、 もう、ビジランテ、なんで自分はっていう感じで、うん、結構その、ノーラン版の時もそんなスタンスだったと思うんですけど、うん、あんまり自分のことをヒーローししないっていうスタイルはすごい好きですね。うん、基本、俺がやりたいからやってる感はありますよね。俺が何とかしなきゃみたいな。俺しかやる奴やはいないみたいな。今回、すごい最初、さっき言ったみたいに、ロバート・パティンソン、すごい病的で、うん、なんか一見線が細そうなのに、うん、割と暴力的っていうか、うん なんかあんまりアイテム使わずにボコボコにするシーン多かったじゃないですか。結構肉弾戦が多かったというか。で、一回なんか脱ぐシーンあるじゃないですか。背中が見えるシーンで、いい体すぎてびっくりしました。まあ、バットマンはそれぐらい言わないに鍛えてくれないと。お前ロバート・パティンソンってこんないい体なんて思ってる。鍛えてこんななるものなのと思いましたなんか暴力としてね、精錬されてない感じがあるんですよね。泥臭いし、山乗りになる ボコボコにするみたいなのって本当にすごい暴力のあり方が粗暴だなっていう感じがそこもまだ成長過程だしそもそももうまだその暴力衝動でビジランテをやってる人っていう感じが出るなって思うんですよね、うん、あ,あとなんか相手の攻撃あんまりかわしてる感じがしないんですよね、うん、結構そのまま鎧とか多分めちゃくちゃがっちりしてるからそのまま受けちゃうみたいな、うんうん、なんかああいうところもなんか僕は は、なんか、まあ、粗暴だし、若干自分をなんか罰してるかのような感じっていうんですか、うん、こう、ちょっと自傷行為的な風にもちょっと僕は見えました。ああいうの。うん。あと、ちょっと面白かったのが、結構マメに着替えますよね。<laughs> そうそうですね。<laughs> <ー>着替えますね。バイク乗るときとか、ちゃんとその、ライダーの格好になるじゃないですか。<laughs> あのスーツ、あのリュックに入んのかなとか思いながらああ、あの、それでそう思ったんですよ。その、 こまめに着替えるにちょっと繋がるかもしれないですけど、市長のお葬式に行くじゃないですか、はい、葬儀に行くときに。で、リドラーの仕掛けた罠というか、人質が車にこうドーンって突っ込んできてみたいな感じになるじゃないですか。はいはい、で、その時はでもブルースウェインとしているから、はい、で、なんかその人なんか手に電話つけられてて、あの、電話になるじゃないですか。うん はい。で、そっからずっとあの電話かかってんだなっていう、そっからバットマンとしてやってくるまで結構時間あると思うんですけど、あの間ずっとあの電話かかってんのかなって思うとちょっとシュールだなって,思って。<laughs> なんかあの間なんか切ってたりとかするのかなこれずっと鳴ってんのかなとなんか電話台やばそうやなみたいな。<laughs> いらぬ心配をしたっていう。<laughs> それ、めちゃくちゃシュールですね。そう。 やばい、バットマンになってから来ないといけないぞ、みたいな。そうそうそう。早く着替えいや、まずどこで着替えりゃいいのみたいな感じするじゃないですか、こう。もう会場てんワン屋で。や、来や。そうそう。一旦こう、受けて。なんか、一人二役コントみたいいな、感じ。ちょっと待って、バットマン呼んでくるからって言って。ってなって、おどどうするんこれみたいな。その感じ、この鳴りっぱみたいな電話みたいな。これ見終わった後に気づくんですけど。なんか見てる間は全然気にならないんですけど。 見終わった時にふと、これずっと電話鳴ってたんだろうな、この間、着替えるまでみたいな。そういえば、本作って、バイク乗るときって基本的にバットマンの格好してないんですよね、多分。うん。えラスト以外は。えあれそんなことなかったでしたっけあ、ラスト以外そうか。えラストは、バットマンの格好で走っていくじゃないですか。はい。うんで,ね、で、セリーナとこう、道を分かつわけじゃないですか。はい ああ俺はバットマンズで行くぜみたいな。俺はバットマンになるぜみたいな宣言のシーンみたいな感じなのかな。<laughs> ええー、そうでしたっけでもなんか、そのセリーナの話出たんで言っちゃうんですけど、はい、今回のバットマンの特徴というか、はい、全くプレイボーイじゃないじゃないですか。はい、まあ、これまでも別にプレイボーイって感じじゃないですけど、はい、その、めちゃめちゃ奥手というか。うんうん なんやろう中二男子なんでね。いやほんまに。<laughs> なんかあの、ほぼキャットウーマンからキスするやんと思って。うん。めちゃめちゃ新鮮でしたね。いや、僕それはね、ちょっと気になって、こんな奥手のやつに魅力感じるかなってちょっと <laughs> <laughs> 思っちゃってね。<laughs> いや、でも、<laughs> なんやろ。あの、めちゃめちゃあのピンポイントの話になるんですけど。はい。そうね、うん、キャットウーマンのね。 お父さんを殺しに行くわけじゃないですか。殺しに行くというか、はい、キャットウーマンが自分のお父さんを殺しに行くときに、うん、バットマンが辞めるんだ、止めるじゃないですか。はい、でそんなことをしたら君が傷つく。うん、めちゃめちゃ好きになりましたもん。<laughs> なるほど。<laughs> めちゃめちゃ胸キュンしました。あれは好きになるわと思います。うん、めっちゃ優しいやん。 確かに、ツッケンドンの関係から、一山、二山あって、ちょっと仲良くなるみたいなのを、よく考えたら王道かもしれないですね、それ、うん。<laughs> まあ仲良くなってるんかどうかめちゃめちゃ微妙でしたけど <laughs>、うん。そうですね、なんか。うん、面白かった、ほんまに。そう,そ,うそう。まあでもあんだけ命かけて戦ってたら好きになるんですよね、多分。知らんけど。きっとなるんや。と、あの、バットモービルのシーン、ちょっと面白くなかったですかあの <laughs>、どのシーンだあの、追っかけてくるシーン。 ペンギンいや、あそこめっちゃ最高でしたよね。うん。なんか、ほんまにやばいやつに見つけられた感が。<laughs> バックミラー見たらまだ追いかけてきてるみたいな感じとか、ねはい、車が横転して、うん、逆さになったバットマンが炎の中から歩いてきてるみたいな。かっこいいっすよね。なんか、ああいう、<laughs> ああいうべな感じがすごいよくて。<laughs> なんか、あ<れ>ペンギン。 <laughs> はい。何ですか,ですかいや、あのね、横転したトラック飛び越えれたの、偶然ですよね、あれ。あ <laughs> ジャンプ台が偶然できたから。<laughs> <laughs> まあね。ほんま無茶苦茶でしたね、割と。いや、なんかいや、普通の、普通のというか、その、ボンドカー的なバットモビルだったら、ジャンプする機能ついてたりするじゃないですか。多分うん、<laughs> ビャーンってね。<laughs> あれ、あの、バット、 トモービルブーストするだけだから、あれそ<う>。<laughs> そうなんですよ。あれもう完全にあれドラッグレースとかの直線番長が乗るような車じゃんって思ってましたからね、ほんと。荒削りなそう。結構古いんですよね、なんかあの元になってる車体、うん、が多分。多分そうですよね。多分、そう、<が>昔のマッスルカーとか、そういう形してたなという感じしましたね。ほんなんかでっかいエンジン乗せただけみたいなぐらいの <laughs> 勢いのやつですよね。うん なんか全体的にその、そんなに入ってくなアイテムは出てこなかったですもんね。うん。ん本当にあの、コンタクトぐらい。うん。だしね。なんか警察庁脱出する時のやつとかも完全にあれムササビスーツですもんね、あれね。うん、<laughs> あそこの不安感。あの、めちゃくちゃ <laughs> <る>、<laughs> これ大丈夫かなみたいな。<laughs> そ,うそうそう。 面白かった。バットマンがその、滑空するの下手とか考えにくいじゃないですか。今までの、知ってたら。いや、でもやっぱそれが、こう、人間らしくていいっすよね。まだまだルー特殊能力とかじゃないから、うん。始めたてやし、うん、2>, 2年目やから。うん、<laughs> そうなんですよね。全体的に、不器用と言ったらあれだけど、なんか安心感のある戦い方しないん ですよね。車の運転も、これ、やけクソで運転してるのがうまくいってるだけで、他の一般的なヒーロー映画とかで、このむちゃくちゃな隙間塗っていけるんですかみたいなのが、この人ならできるみたいな感じじゃなくて、運がいいだけだぞこれ、みたいな感じが、ちょっと伝わってくるというか、格闘シーンも結構やられるし、なんか超強くはないんですよね。強いぐらい。 なんですよ。なんか、気合い。<laughs> 精神論。<laughs> ただ、その、やけくそなんで、他の人はそのやけくそさについていけないから、まあ、勝てるみたいな、<laughs> 感じそうですね。あと、うん、その、ペンギンを追い詰めた時に、なんか、あの、翼の生えたネズミの話になって、うん、で、その、ペンギンが、いや、それコウモリやろって言った時に、うん、ほんまやと思って、<laughs> <laughs> どう考えてもペンギンではなかったなと思って。<laughs> なんでみんなペンギンと思ってたんやろってめっちゃ思いましたもん。うん、あのシーンちょっと面白かった、うん。しかもあと、取り残されたペンギンが文字通りペンギンみたいな歩き方するじゃないですか。<laughs> うん、<laughs> そんななんか可愛らしいことも入れるんやこれとか思いながらちょっと見てました。あそこ、ねうん、で。ほんま、あれコリンファデルがやる必要あったんかっていう。そう、ちょっと思いましたよ、ね。<laughs> ぐらいの特殊メイクでしたね。なんか特殊メイクまでやってやることかこれみたいなのはちょっと思いましたね。うん ちょっと僕は3時間長かったなと思いました、僕は。ええー。うん、私意外といけました。なんかああ、そうなんですね。僕もですね。いやなんかね、うん、今回のザバットマンって、なんか話的にはそんなすごい盛り上がりが何個もあるっていう感じのタイプじゃないじゃないですか。うん、割と淡々としてるというか、なんか本当にさっきのカーチェイスのシーンぐらい、うん、派手なシーンって、うん、なんかその割になんか飽きずに見れたなと思って、 結構ね、お使いが続くのが僕しんどかったですね。<ー>誰それに会いに行けとか、この謎はあそこだ、みたいなのが繰り返されるじゃないですか。うん、行ってきて行ってきてみたいな。うん、あまあ。まあ、そこはちょっと僕、ちょっとしんどさはあったかなとは思いましたかね。うんまあ、いや別にそういうのがダメなわけじゃないけど、お使い映画が2時間で終わるのとお使い映画が3時間で終わるのって全然 <laughs>、その <laughs>、しんどさが、 違うと思うんですよね。セブンも2時間だったんで、<ー>セブンもね、殺人事件が起きてるのを調べに行ってみたいなの繰り返しですけど、基本的には。それでもやっぱ、まあ、2時間映画だとしんどくないけど、それが続くと、まあちょっとしんどいというか、なんか意外と山ないぞ、みたいな感じに。あ <laughs> あ。まあ、なんか。確かに山はなかったあんまり、うん。確かになんかトーンは終始同じと言ったらいいんですかね。うん うん、風うには見えちゃうのは、まあそうですね。終始重苦しくて、陰鬱としたような感じっていうのは、まあ、ありますよね。うん、そうですね。うん。はるかさんなんかあり,ありますでも、あと結構、あの、割と最後の水害とかのシーンは、普通に盛り上がりはしたんだけど、まあ、ベターなとこではあるんだけど。うん。<な>まあね。そうですね。 そこはもうなんか、ちょっと違うテンションの映画になってますよね、やっぱり。ですよね、うん。うん、確か、割と最初は淡々としてたから、結構しんどかったっちゃ、しんどかっ,たって。うん。ああ、そう。ああ、これが噂の暗いシーンか、とか思いながら。あ<ー>確かに暗かった、めちゃめちゃ。<laughs> うん、<laughs> ずっと天気悪い。結構変えた。<laughs> えた <laughs> そうですね、うん、もうずっとなんか、雨降ってるか曇りかっていうか、多分ゴッサムシーっていう、多分、モデルは多分ニューヨークかシカゴ。 だと思うんですけど、うん、なんか天候に関ああ、はいはいはい。あ、うんまあね、ゴッサムシティの空カラッと晴れててもみたいな感じしますからね。バットマンがいそうに見えないなってなっちゃいそうだし、ね。ゴッサムシティのモデルがローサンゼルスとか考えにくいじゃないですか。うん、絶対考えられないですね。<laughs> この街にバットマンは住まないだろうなって感じが。<laughs> やっぱ、バットマンというか、ブルース・ウィーン自体が、多少居心地の良さを感じるのが、ああいう街なんだろうなって気も、するっちゃするんですよね。<laughs> まあでもちょっと、家の照明はもうちょっと明るくした方がいいよねってぐらい暗すぎるというか、うん。<laughs> うん、え、ひとまずあの、橋が繋がってるか、マンハッタンとイメージじゃないのって言うても。いや、まあそうそうです。まあ、基本的にはニューヨークですよ。うん、ゴッドサムシティは。基本的には。うん、あと、俺、あの、気になったんですけど、はい。 リドラーが捕まっての箱入っての、近くにいて影になってるあの囚人、はい、あれは、ジョーカーイメージなのかなとか思っててんけど、で、あれをバリー・コーガンがやってたんやって結構びっくりしてんけども。あ、あれがバリー・コーガンやったんですか、うん、あれそうですね。バリー・コーガンどれだろうと思ってたら。あれがバリー・コーガンですね。すねだからクレジットのなんか順番読みたら確かうん、そういう感じだったあ、そうなんすね。うん、あれも。全然わからんかった思って。うん、もうそれ次のジョーカーバリー・コーガンやったりますよね。 何マ、うんね、リー・コーガンジョーカーなのいや、そうでしね、あれはね。わ <laughs> <う>からんけど。方法、ほ、ね、うん、ね、だからあの髪の感じはジョーカーだよな、と思ってんけど、え <laughs> と思ってエンディングロール見て。うん、あのエンディングロールってびっくりして。<laughs> なんかピエロとか言ってましたもんね。そう,そうそうそう。えやばい、聖なる鹿殺しじゃないですか。<laughs> <laughs> 聖なるコウモリ殺しが始まる。怖い怖い、お怖,い怖い、怖い。 だって、エターナルズでは合う役やったわけ、OK、やからさ、うん。まあ、あれはちょっとその、今までのイメージのカウンターなとこありましたよね。うん。エターナルズは。うん。あと、リドラーが、ポールダノ、うん。でしたね。そうですね。いや、なんか、似合うなって、ちょっと、まあ。<laughs> そうですね。ポールダノってもう、僕大好きですけど。もうなんか僕、敵。え、だからさ、一応、あのー、最初の、助けられたところでも分かってた、結局、みんなは。 あれがポールダウンってちゃんと分かってなかった、俺。え、だから最初、あの、地下鉄で襲われて助けられての、あいつ。え、あれそうでしたっけんえ、あいつえ、ちょっと待ってください。え、な、違う人までましたっけえ、だから、あの、チンピラに襲われて、バットマンが助けたよ。それポールダウンじゃないですよ。そういうこと。それポールダウじゃないですよ。えあれはアジア系の人だったでしょうん。まった。 え、嘘あれ、アジア系の人でしたよえ。え、で、えあ,あ、あいつもう、あれ、あいつがリドラーってやつじゃなかったっけ違いますよ。情報錯乱させてますよ。違いますよ。あれごめん。あれ、したあれそうか。じゃはい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 。私も、この人、この人ちゃうかなと思ってる人いるんですけど、はい。はい。お葬式はい。のシーンで、途中で、ウルスウェイに話しかけてきた人いたじゃないですか。はい。うん。覚えてますなんか、覚えてますよあの男の人。はい、あの人、最後に売ってきた人ですよね。それはそうです。あ、それはそうです。ですはい。それはそうです。 はい。よかった, <laughs> た。結構ね、あんまりそこちゃんと見せないまま終わったとこないです。あの、うん、パッと終わっちゃうというか、あ、あの人だみたいなの確信できないまま終わっちゃう感じが。そうですね。あったような気はして。そうですね。まあ、あの、僕、2回見てるんですけど、実はあの、字幕版と吹き替え、吹き替え版も見たいなと思って、2回見てたんで。すごい。あれ、一緒の人やったんかなって、ちょっと1回目確信持てなかったんですけど、2回目見たら、あ、同じ人やんって、ちゃんとわかりました。うん あ,あ,あそこは一回見ただけで確信できるぐらいには分かりやすくしてほしかったような気がしました。そうですね。うん、あれ一緒やったかな。二回見ろと。ああ、やっぱ俺映画祭明けで疲れてたな。<laughs> <laughs> 明け朝一見たから結構きつかった。<laughs> うん いやでもあの人がちゃんとリドラーだって分かりやすくするのってすごい大事だと思うんですよ。だから街の権力者の思惑に飲まれてしまった人々の怒りみたいなのをリドラーが代弁してるっていうのを見てる側がシュッと飲み込めないとなんか微妙じゃないですか、うん、語り口としては。うん、なんかその よくわからないモブが起こした愉快犯的な事件だったってなるとちょっとまたこの話の着地違うものに見えちゃうような気はして。ああ、なるほどね。 うん。あれってあの人だったのみたいな、後で迷うんじゃなくって、ちゃんと話としてお葬式の時にある程度思わせぶりに出てくるし、その人が最後、リドラの一人でしたっていうのは分かりやすくしてくれないと、なんか話としてちゃんと腹に落ちないというか、こうやってね、うん、あの人ってあの人でしたよねみたいな悩みながら解釈するのってなんか、<laughs> ちょっと <laughs>。まあね、そうですね。なんかムズムズするというか、分かり、 憎いというか、その、分かりやすさって大事じゃないかなってちょっと思ったりはするんですけどね。そういうところは。うん、そこは分かりやすくてもいいよねっていう。うんまあ、結構なんか、リドラーの追い立ち語ってる時に、うん、結構その、ま、ほん自分たちみたいな人間っていう感じの印象はあったんで、なんか仲間もそういう感じの人なんかなっていう。 うん、ぼんやりとしたイメージはありましたけど。うん、そうですね。まあ、彼自身は、ね、あくまで自分のことは道具に過ぎないみたいな感じない言い方してたのもありましたけどね。うん、俺個人じゃなくて、俺を使ってそういう同じような憎しみというか不満を抱えた人が立ち上がればいいというふうな、ふうに思ってるみたいなことですよね。いや、でも結構そこのテーマって、現代社会が解消できてない部分ですよね。うん。うん。その人たちに悪を問えるのかっていうところ。うん、そうです。うん、なんか、 じゃあずっと我慢しとけよっていう話なのかよっていうところは結構、なんか確かにそういう意味ではもうちょっとわかりやすくそこの部分。うん、まあなんならリドラーに集約してもよかったんちゃうかなと私は思いますけどね。うん、リドラーのキャラとして掘り下げて、うん。そうですね。あと、最後洪水を起こすちゃんと悪い人に着地しちゃうっていうのも、そこを掘り下げるとまた気になってくるとこではあるっちゃありますよね。どうしても。うんうん、そういう思いでやるんだったら洪水を起こすのは微妙に違うってなっちゃう感じが。そうですね。 なんか、洪水っていうのがすごく、私は結構意外だったんですけど、うん、なんか爆発とかよりは、わかりやすくすごい人が死んでる感じはせんけど、街大変やなみたいな、なんかすごいそんな感じがあって。うんうん、その状態であの刑務所は普通に運営できてるんとかも結構気になっちゃったりして。うんうん、まあ多分、うん、島から外れた場所になんかある感じでしたよね、あの刑務所。アーカムアサイラムってやつですね。うん、ゴッサムシティの犯罪者を入れとく病院ですね。 うん。うあ、なんか山の上とかにあるんかなイメージ。<laughs> 山とかあるのかな <laughs> というかなんかこう、島から離れた場所にやっぱあるんじゃないですかああいう,うまあ、うん。僻、うん、地になるかなそう,そうそう。うん、そううんな気はしますけどね、うんうん。さっきのその弱者の代弁者としてのリドラーみたいな感じで言うと、その一個前のジョーカーとか、うん、あとまあ、バットマンリターンズのペンギンとかも思い出したりはしますかね、やっぱり。 個前のジョーカーは私違うと思うんですよ。なんか、うんうん、あの、まあ、ペンギンとか、今回のリドラーとかって、もし彼らの追い立ちが不幸なものじゃなかったら、こうなってなかったやろうなって思うんですけど、うん、なんか、ジョーカーに関しては、うん、もう本当にそれが楽しくてやってる、<ー>なんていうのかな。そういう価値観を持った人っていう感じが私はすごいするんですけどね。彼自身が不幸、あ、一個前のジョーカー誰か。単体のやつ。単体のやつです。はい。あ、すいません。じゃあ合ってます。 あの、ノーラン版のやつかと思ってます。ああ <laughs> ノーラン版はもう超人ですからね、あれは。<laughs> 人ならざる者というか、本当にサタンみたいな感じですからね。<laughs> うんそうですね。そ1個前の増加ーーとか、うん。今回のそのリドラって、すごい SNS 時代の悪みたいな言われ方をしてるのを見かけたことがあったんですよね。その弱者の声みたいなものを集団でやってくる。うん そういう集団を一つのヴィランとして捉えてるものっていうので、うん、そういう SNS 的なヴィランみたいな感じの意見を見たことがあったんですけど、ちょっと僕あんまりピンと来てないとこがあって、そんなに SNS 的なモチーフを取り入れてなかったような気はしたかなとは思ってるんですけど、どっちかというと前の、一個前のワーキングフェニックスのジョーカーの方が SNS っぽいなって僕は思ったんですよね。うんうん あの、本人はなんか不幸になってしまった人で、あの、それに対して、やけくそ気味に犯罪者になった人をアイコンとして持ち上げて暴動が送っていくみたいなのが、そういう、うん、スタート地点の人はそういうつもりじゃないのに、周囲が何か思考性を持たせたものとしてバズらせていくっていうのの,の方が SNS 的だなって僕は思ったんですよね。ああ、なるほど。 結構それはしっくりきます、うん、なんかそういう意味では、今回のリドラーは SN、SNS ってよりかは、なんかちょっと2チャンネルっぽいっていうか。もともと、なんか、そういう目的を持った人が集まってたみたいな感じじゃないですか。うんうん。なんかまあインターネットの、一部でそういう人たちを出会ってたって感じがします確かに。拡散してっていうよりかは、うん。そ,、うん、その、顔のない集団というよりは、彼ら同士は割と結びつき強いと思うんですよね。うん。 ちゃんと俺たち、俺たち恵まれてないからこの街にやり返そうぜって言って、ちゃんと目的を持って集まってる感じの人たちだと思うんですよね。なんか、叶能のない集団ではないなと思って、うん、ただ、その、外に出すときは仮面を被ることで、お前もこっちに来いよって誘っては来るんですけどね、リドラーの戦略としては。うん、ただ、僕やっぱ、コアキンジョーカーは、そういう、本人はそんなつもりないのに祭りにあげられて、うん 街が暴動に飲み込まれていくっていう方が、これこそそのインフルエンスじゃないですか。<laughs> バズってこういうことだなっていう。<ー>空虚なものの周りに何か意味を勝手に作られて燃え上がっていくっていう。うんうん、まあ、まあ。そうです、ね。なんかホワキンジョーカーのこと考えたら辛くなってきた。<laughs> <laughs> 僕単純にその、なんていうんですか。二面性っていう意味で SNS っぽいというかまあ。 そういうの反映されてるのかなって思ってたんですけどね、<ー>単純に。うん、うん、うん。ただそういう、何ていうんですか、その、バズっていく、インフルエンスしていくっていうの、うん、意味ではちょっと違うのかなっていう。それだとなんかまあ、うん、どっちかっていうと、ネット上の顔とリアルの顔がこう、使い分けてるみたいなのは、どっちかっていうとまあ、2ちゃんイメージなのかなという気はするのかもしれないですね。うんうん あの、打速な質問をすると、はい。そう、SNS とかそうにちゃうので、でも、割と言ったら出てるあの画面っていうパソコン通信時代のあの感じで、はい。で、でもスマートフォンとか出てて、うん、結局これ時代的にはいつなんていうのか結構割と混乱しはしてんけども。間違いなく今でしょ今でしょ<の>今ではあるのか。うん、だからあの、パソコン通信の画面をしてるのは、 あれはそういう悪いジョークなんだとは思いますけどね。うん、やっぱりそういう最新のものじゃなくて、そういう古めかしいデザインのもの、パソコン通信時代のインターフェースを使ってるっていう悪い冗談だと思うんですよ。うん、だから、おちょくってるわけですよね、あれは。あのあ<ー>そういう悪意の表れとしてそういうものを使ってると思うのか、思いますかね、僕は。うん、結構この手のやつで SNS 扱うの本当難しいですよね。<laughs> まあね、うん <laughs> うん、難しいですけどね。 うん、いや、なんか SNS を見てると、なんか悪っていうよりも、正義の主張の試合って感じですからね。うん。あんまり悪が拡散されるってイメージじゃないです。なんか、正義を主張し合ってる結果、地獄みたいな感じがすごいするんで、うん。で、ね、なんかそこの部分だけが先鋭化して悪目立ちするというか、なんか地味にあの、リドラーの動画見てるのが500人みたいなのが、なんか、うん、妙なリアルさを感じますけど。そう。500人ぐらい。 まあ、ああいうのに感化されるんだなっていうか。うん、うん。うん。なんか、リアルな感じじゃせん、ね、それ、ね。満単位の視聴者とかはいないっていう。ないけど、まあ、500人ぐらいは。っていうね。うん、ああ。あまさにロングテールな感じなんですね、そこ,そこは。言うたら。そこリアルですね、確かに。から、そこでね、もし、その、視聴者10万人とかなったら嘘つけってなるけど。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> 確かに。うん。だから、あの、 500人の視聴者の裏には、何千何万もの、なんか、しょうもないことやってるわって言って無視して、別に注目しない、かっこ普通の人たちがいるってことですよね。うん、でも、その500人には刺さっちゃうっていう、っていうのは、確かにリアルです、それは。うん。なるほどな。次、バットマンやるとして、ロバート・パティンソン続投、なんですかねどうなんだろういや、続投してほしい。うん。っていうか、 早く次作ってほしいです。もうぜひこの世界観でやってほしいなって気はめちゃくちゃしますね。やっぱり。いや、うん、本当にもう2年後ぐらいに早くやってほしい。<laughs> すぐやな。早い。<laughs> <laughs> あのもうデューンとかいいので、こちらを先に作ってください。<laughs> <laughs> うん、いや、まあね。いや、もうなんていうか、このデビット・フィンチャー的なルックを維持した、こういうちょっとまあ探偵もの みたいなのって、もともと好きなジャンルですけど、やっぱりなかなか今映画館でかからないので、そういうのって。やっぱもう、アメコミ映画の、まあ、文脈で乗っ取ってそれをやるっていうのは、本当まあ、賢いというか、こいつずっと見たかったって感じでしたしね、ほ、うんとね。次がどういうノリになるかですよね。その バットマンって一重に言ってもいろんなテイストがあるわけじゃないですか。映画でもティンバートンのもあればノーランドもあるし、その後のジャスティスリーグの流れに繋がってるバットマンもあったり、あとレゴバットマンとか忍者バットマンとかもあったりするので、そのバットマン自体がむちゃくちゃ懐が広いコンテンツだと思うんですよね。うん、本当にやれることがむちゃくちゃ引き出しが うんうん、広いし深いしみたいな感じ。で、深い方向もやれるし、うん、なんかもう無茶苦茶もやれるなって思うんですよね。あの、その、ゴッサムシティとバットマンとあとヴィランたちっていうのがほんと仕上がりきってるなっていう。 レゴブロックみたいな感じで、もうすごい完成度が高くて、そこにやりたいことを乗せれるなって思うんですよ。正義と悪みたいなことも語れるし、なんか今回みたいなクライムサスペンスみたいなのも語れるし、もう冗談みたいなスラップスティックも語れるしで、次は何をやってくれるんだろうっていうのがすごい楽しみだなって思ったりはしますかね。うん もう次、ロバート・パティンソンがやるとしたら、成長しちゃってると思いますよ。次やるとしたらね。いや、ま、ちょっとは成長してほしい。<laughs> まあ、そうですね。うん。さすがにね。うん、あの、ちょっとだけ成長して、ちょっとだけラブロマンス入れてほしいですね。あ<ー>ちょっとでいいから。めっちゃ頑張って女の子と喋ってるみたいな。<laughs> <laughs> いやいや成長してへんやん。<laughs> まあ、中学生から高校生ぐらいみたいな成長って言うんですか、それを。ディナー誘ってるみたいな。うん アルフレット予約してくれてる、うん、みたいな。あの、ロビー活動のためのパーティーとかで、はい、めっちゃ頑張って陽キ客のふりして、喋 <laughs> ってるみたいな。<laughs> ミスってるやん。<laughs> あの、今回のザ・バットマンを見た後、その姿見たら、むちゃくちゃ頑張ってるやんって思いたは思うんですよね。<laughs> <laughs> いや、いやも成長は見せてほしいですね <laughs>、うんあの。せっかくこの2年目っていう設定で、うん、こういう未熟なところを見せてもらってるんで。うんうん そういう意味では成長を見守るってなかなか新しいかもしれないですね。うん、バットマンの。そうですね。なんか、バートン版とかも成長を見守る余地がないというか、う完成された変人ですからね。まあ、そんな感じでじゃあ、ザ・バットマンの回を終わりたいかなと思います。次回どうしますナイトメアリーとか。うん。ベルファストか<う>ナイトメアリーがいいな。うん。俺はベルファストがいいな。待って待って。ベルファスト ベルファストかなんて言ってましたっけナイトメアーリー。ーリー <laughs> <laughs> 僕はちょっとシングネクストステージを喋ってみたいな気持ちはあるんですけどね <laughs>。ああ、いいっすよ。あの、もう一回見たいなと思ってたけど。そんな良かったんですか僕はね、僕は良かったし、僕は喋れることはあるけど、あでも、うん。だから、シングを死者で字幕見たから吹き替えで見たいなと思いつつ。僕、言語の方を見たいんですよ。見たいというか聞きたいですね。吹き替え版だったんで。ナイトメアーリーとか良さそうですけどね。 うん。ああ。バットマンに続いて重いぞドロドロしてるよそうなんですかいや、全然いいじゃないですか。ドロドロしてて。むしろ軽いと思ってた。<laughs> 俺、しどかったけどね。しどかったんだけどな。<laughs> いや、でもその翌週僕、チタンがいいなって思ってるんですけど。いや、いいじゃないですか。チタンですよね。ナイトメラーリーチタンってちょっと、あれとます、うん、ザ・バットマンナイトメラーリーチタンってちょっとあのもう。いや、なんかもう全然ありですけど、ね、もうどんどこいみたいな感ですよ。<laughs> あのー <laughs>。 チタンはシャで見たけど、まあ、あれもある意味、まあ、異色のまた頭のおかしい映画やけどね。うん、ああ、だからそういう意味で、うん、ベルファストいいね。うん。私の中のマックス、真面目な映画がもう、ナイトメアアリーしか言えないっす。<ー> <laughs> <laughs> え、待って、ベルファスト真面目だぞ <laughs> や、つ私の中の。ね、マックスがね。<laughs> <laughs> そう、私が耐えうるマックス感。うん、ナイトメアアリーで。きましょうか。いいんじゃないっすかね。うん、ナイトメアアリーで。はい。じゃあ、ナイトメアアアリー、チタンの <laughs>。 予定で行きましょうか <laughs>、ね。すごい,いですね。<laughs> かしんどいのばら続くな楽しみ。<laughs> ティム・バートン・バットマンからの流れで言うと、もう4回連続で結構黒い感じですよね。<laughs> いや、でもどれも喋りがいがありそうじゃないですか。どれも見てないですけど。<laughs> うん、いや、どっちかというと、そういう映画の方が波長は合いますからね、うん、やっぱり。<laughs> はい、じゃあ。喋りがいがあるかな <laughs> どうなんでしょうね。まあなんかデルトロ映画、表面上面白いっていうのとは別に、一個下のレイヤーで喋れることっていっぱいありそうな気がするっちゃするんですけど。うん、はい。じゃあまあとりあえず、次回ナイトメアアリーでいってきましょうか。はい。はい。はい。ではお知らせになります。 3月も映画の話したすぎるバーを開催する予定です。場所は大阪の南森町への日帰りイベント型カフェバー週間曲がり、日時は3月26日土曜日、オープンが17時、クローズが21時となっております。まあ、あの、ザ・バットマンの話をしましょうってことですね。うん。いや、ほんと。そんな感じで、よかったら遊びに来てください。はい。 また、この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想を取り上げた作品の感想などお送りいただけると幸いです。ブログのお便りのフォームより受け付けておりますので、詳しくは、ポッドキャストの番組説明文をご確認ください。はい。それでは、映画の話したすぎるラジオリニューアル第55回、ザ・バットマンの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。